このゲームの舞台はスコットランドグラスゴーにあるアイブロックススタジアム。5万人を収容し120年の歴史を誇るスコットランド随一のスタジアムとして知られています。この時間は日本対カメルーン、こちらの一戦をお届けいたします。日本国国歌お聴きいただきます。今日4-3-3のシステムで来ているんですが、北澤さん、まあ、これアンカーをどこに置くのかということになろうかと思うんですが、これどうご覧になりますか？そうですね、アンカーがどちらかというとセンターバックの間に降りたりとか、はい、まあ、その理由というのはもう攻撃的に行きたいということですよね。そこのポイントになるのはサイドバックが上がれるということですよね、はい、サイドバックが高い位置にとってそこにポイントが作れるとサイドからの攻撃が始められるということになりますよね。なるほど、まあ、でも結構これアンカーに負担がかかりますね。そうですね、チームが進んでいる方向と逆に進まなければいけない、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、日本ボールでキックオフ、日本対カメルーン、エキシビションマッチをお届けしてまいります。立ち上がりですよね、はい、ここをしっかりと固めていかないと自分たちのプレーがしにくくなりますからね、相手よりも先手を取るためにゲームの入り方に集中することがまず重要になってきますよね。なるほど、まず立ち上がりを迎えます。さあ左サイドへ、古橋から南野、中央へ、ここ拾って次につなげたいカメルーン。ペースを狙う、パスでつないで攻め込んでいきます。カメルーン、ルーズになる、ゴールかな、仕掛けるタイミングを図る、さあ中はいる、頭、いや、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。サイド崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね。今のはカメルーン、チャンスを迎えたシーンがありました。柴崎、板倉、長友、南野へ、柴崎から古橋、スペースを狙った、裏へ抜けた、シュート、オナナ、すごい反応を見せました。いや、よく止めましたね、ファインプレーですよね。この難しいボールによく触りました。エカンビ、さあカウンターのチャンスになります。オヨンゴ、エカンビ、板倉、酒井、森田へ、柴崎、古橋へ、堂安、長いボール縦へ、ザンボアンギサ、エカンビ、ふわっとしたボール、この位置で受ける、
カメルーンが結構中央の選手がサイドに流れてボールを受けようとしてるんですよね。中にいるとなかなかボールを受けられないので、はい、サイドでボールに絡んでチャンスを作りたいんでしょうけどね。なるほど、確かにサイドに人数をかけているという印象です。ディフェンスとしては中の選手がそのまま行くのか、それともサイドの選手に受け渡すのか、その判断をきちっとしておかないと全体的にズレが生じますからね。攻める側としては南のシュート、読む、組み立てながら攻め上がっていく。アランニョムからシュポモティング、ここは間合いを取る、中央ロンダ、ここは抑えました。これはクロスターのわずかに上、まあ、距離関係なくシュートとフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。南野から古橋、いいプレッシャー、キーパーからのロングフィード、さあ一気にカウンター、柴崎、ここは奪います。ゆるく狙ったボール、この位置でボールを受けます、自分で行く、ここでファールがありました。レフリーの注意が入ります。およそ30メートルというところです。どんなボールを選択するのか。ヘディング、ピンポイントで合わせてきます。前線出てくる人数が多いですよね。カメルーン決定的なチャンスを収めることができませんでした。森田、富安へ。前半ここまでは0対0ですが、両チームともそれなりにシュートを打っている印象です。そうですね、ゴール前の攻防が多い、見応えのある展開ですよね。この後もお互い一歩も引かない激しいゲームになるんじゃないでしょうかね。とボールは裏のスペースを狙う、エカンビ、裏へ届くか、これ仕掛けるか、ロングフィードで狙う、いい展開ですね。日本はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。柴崎、大迫、これもファールですもんね。長友、柴崎から左へ、柴崎へ、南野、長友へ、スルーパスを出す、いいボールだ。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。酒井、柴崎、ニョム、組み立てていきます。古橋、つながります、
守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。積極的に前からプレスをかけていったことによってこういったチャンスが生まれてくるんですよね。攻撃を生むための守備っていうのができてますよね。カメルーン嵐のようなカウンターなんとかしのぎました。抜けるか、カメルーンボールです。南野このボールに触ります。仕掛けるか、どうだ、来た、シュート、いやこれはわずかに右でした。板倉、柴崎へ、長友、長友から古橋、サイドのスペースを使います。もういいですね。一旦前を取る、チェックを受けますが動じません。中は枚数いる、柴崎に渡る、シュート、止める。完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。スコアはまだ0対0ですが、なかなか見どころの多い試合になっています。シュートっていう点で見ると両チーム互角かなっていう感じですかね。この時間帯で先制した方がかなり有利になるんじゃないかなと思いますけどね。このパスを受けてクリア、このピンチをなんとか出します。ニョム、ザンボアンギサ、カウンターを仕掛けます。大迫から堂安、大迫、シュポモティング、ニョム、アランニョムからシュポモティング、アーチのようなパス、酒井、縦へのボール、長友、板倉、チャレンジはしません。後ろに流す、ロングボールを縦に送る、ザンボアンギサ、大きく縦へ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあ右へ預けて、中上げる、
レフリーファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。さあ前半いかがでしたか。前半からシュートのピカール派手な展開になりましたよね。ただ選手たちにしてみれば結局得点にはなっていなかったので納得のいく内容ではなかったんじゃないでしょうかね。日本対カメルーン0対0のまま後半に入ります。さあ後半キックオフ。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。もう一つ前に行きたい強さありますよね。富安へ、古橋へ、柴崎、長友へ、南野、柴崎へ、古橋へ、守田、長いボールを送ります。微妙なところ、どっちだ。これはペナルティーエリア外という判定。絶好の位置からのフリーキックに変わります。これは狙える距離でしょう。このセットプレーがね、後半の流れ。ルーズボールになる。長友に渡る。クロス、頭だ。わずかに右へそれました。日本入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。ニョム、素早いパスで攻め上がっていきます。柴崎、古橋から大迫、いけるか。これは来た。裏へ出るか。堂安から南野、古橋からサイドのスペースへ。ここで丁寧にコントロール、中央へ。ザンボアンギサ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。大迫シュート、いやー、これよく止めましたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。大迫、今のチャンスは物にすることができませんでした。緩いボール、これはクリア。このクリアボール拾いたい。森田からの折り返し、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。ニョム、大きくサイドチェンジです。長いパスがつながります。オヨンゴ、ここで受けて裏を狙っていきます。カメルーンボール、どうする。富安、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。さあカウンターを仕掛けます。大迫からこのフィードパス、これを拾いたいカメルーン。チャンスを演出できるか。このスルーパスは通りません。なかなか前線の枚数が生かされてませんよね。もったいないですよね。ないですね。さあつながるか。この位置で受ける。中へのクロス、頭で来た。触れた。日本一旦クリアで落ち着かせます。
カメルーンとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると決定的なピンチになります、うん、シュート、いや少し時間を使いすぎたか、最後うまくいきません。やっぱり時間をかけてしまうとディフェンダーが戻ってきてしまいますからね。オヨンゴ裏を狙う、抜けてくる、クロスを上げる、これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。ここはショート、さあどうする、堂安、シュポモティング、さあ左へ預けて長友、そろそろ今日のゲーム終盤に入ってきましたが依然0対0のまま動いていません。ボールを下げてリズムを作るか、長いボール縦へ、シュポモティング、ここ来ましたよ、絶好のイカンビー、際どいボール、これはキーパー、オヨンゴ、非常に攻撃に参加することが多い選手です。抜けてくる、うまいですね、これはファール、スパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが注意に終わっています。大きく縦へ、富安、組み立てながら攻め上がっていく、撫でるようなボールタッチ、森田へ、プレッシャー、シュポモティング、古橋、酒井、酒井から堂安、上げてくる、どうだ、富安、ここはカットします、板倉、長友へ、南野、長友へ、長友から柴崎、裏へ届くか、ボールが上がる、カメルーン、ここクリアで難を逃れます。大きくサイドを変えます、両チーム同じタイミングで動いてきます。来ましたよ、柔らかいボール、シュート、ここはボレーシュートの選択、うまくミートして威力のあるシュートだったんですけどもね、惜しかったですね。柴崎、長友、パスでつないで攻め込んでいきます。日本、激しいボールの奪い合い、
チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。ふわっと裏を狙う、ここで丁寧にボールを扱う柴崎、いいプレッシャーです。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。ザンボアンギサ、エンジ、鎌田、ここは対応します。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。ニョム、残り10分を切りました。ニョム、ボールを非常に持ち味を両チームとも発揮している試合になってますよね。ふわっと裏を狙う酒井、このボールをカットします。エカンビ、この柔らかいパス、日本あわやというシーンでしたがここはしのぎます。これは笛はありません。長いボールを送ります。ここは通しません。スペースを狙う、この位置でボールを受けます。さあコーナーキック、カメルーン、このボールには合いません。日本あわやというシーンでしたがここはしのぎます。ここは自分で突破を図ります。さあここでカウンター、自分で行く、早く上げたいところ、足元大事に行きます。どうだ、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。森田、体を張ります。ボールがつながる、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。ゆるく狙ったボール、酒井対応します。ザンボアンギサ、アブバカル、森田、ここは競り勝ちます。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。さあカウンターだ、仕掛けるか、クロスを上げる、サカ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。カメルーンとしては早めに縦へのボールを入れたいですね。裏のスペースを狙う、うまいですね。大きく蹴り出しましたがここで終了のホイッスル、0対0、今日は0対0の引き分けという結果に終わりました。さて北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。結果として引き分けましたけども、やっぱり修正すべき点はお互いにあったと思うんですよね。そこをしっかり見直して次に生かしていけばまたさらに成長していけるでしょうね。はい、そうですね。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。結局0対0のまま試合を終了しています。